On the ice, representing Ukraine, Viktor Petrenko. 場内のこの拍手をお聞きください。ウクライナ、ビクトル・ペトレンコ登場です。テクニカルプログラムでは大きなミスがありまして第9位、アルベールビルオリンピック2年前は金メダルを取った氷上の貴公子と呼ばれましたこのビクトル・ペトレンコ、1年余りのプロを経てこのオリンピックリンクの上に戻ってきました。決まりました。曲はヴェルディのリゴレット。ちょうど2分。2年前オリンピックに勝って同じ年の世界選手権も金メダル。その後プロに入りました。プロの経験が今度のオリンピックでは生きるだろう。観衆の前でいかに滑るかをプロで学んだ。アクセル決めてコンビネーション、あと1分です。
ビクトル・ペトレンコ、ウクライナ。テクニカルプログラムのあの大失敗をここで取り戻しました。2年ぶりオリンピックに戻ってきたゴールドメダリスト。2年前のフリーの演技の時には 5.9 が4人という素晴らしい演技でした。2年ぶりに戻って、1月のヨーロッパ選手権は見事に優勝。プロの選手でもやはりこのオリンピックの舞台は格別なものがあるんでしょう。24歳、すでに結婚しています。さあ、テクニカルメリット、技術点が出ました。 5.7 が多い。 5.9 も1人ルーマニア。高い評価を得ます。順位をここで大きく上げてきそうです。ビクトル・ペトレンコ、今回はビクトル、まあ、勝利者という意味ですが、そのビクトルの名に値するかどうか。アーティスティックインプレッションは 6.0 が出ました。ルーマニア、ついに 6.0 が1人出ました。そしてテクニカルプログラムとこのフリーを合わせまして、ペトレンコこの時点でトップに立ちました。第2位ブラウニング、第3位ボイタノと続きます。5, 8, 5, 7, 5, 8, 5, 7. Thank you.